歌川広重、東海道53次、藤川宿は、東海道53次の37番目の宿場である。現在の愛知県岡崎市、藤川町あたり。詳しくは、岡崎市を参照。ただし、藤川宿周辺の住民は、ほとんどの場合、と読む。藤川宿資料館があり、資料が閲覧できるほか、専用の駐車場もある。また、国道1号沿いには、道の駅藤川宿が整備されている。近くの旧東海道には 1km ほどの松並木がある。松並木や紫麦等とともに、藤川宿は岡崎観光きらり100選に選定されている。また、1996年3月には歴史国道にも認定されている。藤川宿資料館東海道が、三河高原を横断する五湯断層の谷間から西の平地への出入り口にあり、中世から交通の要地で1601年の天満制度により設置された。1648年山中郷から住民を移し、茅戸の四条村が東隣して成立した。明治期まで幕府領である。1598年、鳥山牛之助県知で村高310石。1660年町並屋数43、馬役人18、歩行役人24、問屋1。1668年に新町43軒が消失した。1786年に四条村を含め高762石余り、町並旧町20軒、屋数190、総役人数150、馬49、歩行役人91、お先に人足522、本場24があった。天保年間の宿村対外帳によれば、四条村を含め宿内人別1213人、総屋数302、本陣1、脇本陣1、旗小屋36、自主免許7480坪、問屋9枚7石、継飛脚9枚32石余り。陣馬継問屋は、中町に置かれ、問屋に、年寄り5、給付4、飛脚番6、陣馬差6、小遣い6、陣馬100人100匹で、定囲いは5人5匹であった。1707年の1年間の上下率陣馬で、人足 38,017 人、馬 55,627 匹で、1714年11月の琉球施設の陣馬閣に御朱印人足 1,000 人、馬200匹お触れとある。1772年の疫病流行の際には、404人が病死し、宿困窮による拝借金を受けた。1866年の旗小屋32、かごや4と記される。宿の西端に一律家や十王堂があり、吉良堂の分岐点となる。脇本陣跡は1978年10月21日に、岡崎市指定史跡となる。1990年に、藤川宿資料館が完成。関山神社には1601年の天満朱印状をはじめとする歴史資料、1741年の棟札、1711年の宿考察が残る。脇本陣門、石垣、家並が残り、市内随一の宿場景観を保持する。藤川宿は国土交通省により愛知県で唯一歴史国道に選定されている。また、脇本陣跡が岡崎市指定史跡、区営朱印状と考察が同市有形文化財に指定されている。東海道赤坂宿、藤川宿岡崎宿。ありがとうございます。